やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり得をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ、名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の敵ぐらいか。いや、東条会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。あ、得してるじゃん。誰がだよ。名古屋組だよ。確かに東条会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をタダで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。野球賭博を利用して東条会と近江連合を名古屋から追い出す、そのためのサイン党疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはねえ。品田、悪いことは言わねえ。もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで？高杉さん、名古屋組とつながってるんでしょ？組長を紹介してくださいよ。そうすれば報酬がもらえるし、借金だって。俺は別にお前の指をプレスすればいいだけで。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん、俺は名古屋組とつながっちゃいないし、会ったこともない。え？え？1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って脅し文句に使ってただけだ。そんな。実際んとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ謎だらけの組織なんだよ。俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんだとこら、見組じゃねえよ。ケツ持ちのいねえ金貸しなんだ怖くねえよ。殴ってみろよ。訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？匂わないか。ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。誰だ。どういうつもりだ。いや、その、私はただ
なんでこんなことを。すいません、実は。危ない、来たぞ。これひでえ事故だな。事故じゃない。え？あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0。 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。誰なんだい。ワイ・バーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入るめ。